はようございます。釣り子 TV です。やっとですね、これ欲しかったアラバマリグなんですけども、買うことができました。流儀のですね、アールヴァンガード極めっていうことで、これね、ずっとあの雑誌とかね、ネットとかで見てね、欲しいなと思ってたんですけども、なかなかね、発売のタイミングで釣り具屋さん行けなかったりですね、買うことができていなかったんですけども、やっとね、一つ売ってるところに遭遇しまして、買ってきました。でね、価格がね、まあ結構お高いんですよ。税抜きで4980円っていうことで、まあこのね、この感じですからね、まあハンドメイドだと思うんですけども、ちょっとね、手間暇かかってるんで、価格はね、少しね、お高めなんじゃないかなということで、このでっかいパッケージに入っているのね、これで持っていたバッグにギュッギュッと詰め込んで持って帰ってきたらね、ちょっとでかすぎて少し折れ目がついちゃったんですけども、こんな感じのパッケージで売ってましたよ。あ、で裏には結構ね、細かいこういう、どういう部品にどういう意味があるのかっていうのが、細かく書いてありますね。じゃあね、早速開けていきたいと思います。これはどうやって、はい、極め書いてありますね。おお、で裏、騒がしい、これはギランギランですからね、騒がしいですね。でここを開けると、お、こんなループが出てきましたね。おいおいおい、ちょっとどうやって使うの。裏からこうね、封印されてるんで、まあこれを取って、はい、出てきました。はあ、ああ、すごいなね。えいろいろやると、アラファーマリグってのはここまでなるんですねっていう、家の上にこうぶら下げておきたいですね。もうなんか使わない時ね、物々しいシャンデリアみたいな感じになってますよ。で、まあ、ちょっとパッと見、今触ってすぐ分かったのが、ここの先端がね、ちょっとフリーになってるんですけど、ここがね、回るようにね、糸よれ防止でしょうけども、ここがまず回るようになってます。で、大きなバス想定してでしょうね、ここがもうね、ロー付けされているね、愛の部分が不意に開かないように、で、コンパクトにね、コンパクトにロー付けされている。で、ここが回る。で、ここもちょっとね、ハンダというか、まあ、ちょっと溶けて溶接されてるみたいな感じなんですけども、で、最近のね、アラバマの特徴、まあ長司さんのとこのアラバマリグなんかもそうですけども、最初からこの角度でいってねって、こうね、固定されてますね。普通元祖アラバマリグとかはシュッとすぼんだ状態というか、まだ曲げていないまっすぐの針金の状態で打っていて、で、それを任意でね、開いて自分のお好みの角度にして、で、投げて、で、まあ曲がったら直して、こういう感じなんですけども、これはもう最初からこの角度でやってくれっていうね、角度に最初から折り曲げられていますね。で、一つのアームにつき3つのね、ブレードがついていて、で、全部のブレードに流儀って入ってますね。すごい。で、ここをね、一個一個がずれないように、しっかりと
各お部屋というかですね、各ブレードのスペースになっていて、でここも回るようになってますね。このジグヘッドをつけるところ、ここも、このまんまシンプルなんですけど、ちゃんと回るようなツイベルになっていて、それが、手が周りが4本の先端が1本、計ね5本のアームがついております。すごいな。でここにね、真ん中のメインのクワセのアームのところにスナップが1個ついていて、これどうやって使うんだろうな。まあまあちょっとこだわりの仕様ね、これね、説明書きちょっと見ながらね、どうなってるのかということで、まずですね、 R バンガード、ここに極まれり、ビッグバスハンターの声をもとに R バンガードをビルドアップした R バンガード極め、それはひたすらに取ることのみを考えた道具、飾りを排し機能性のみを支配する、極めの極めたるゆえんを体感してほしいということで、まずはですね、ハンドメイドボディってことで、一つ一つ職人による丁寧な手仕事で作り上げ、極力シンプルかつ高耐久性に仕上げたボディということで、ハンドメイドでね、この、ややこしいパーツ群を組み合わせてまた溶接して作ってるよっていうことで、あんまりだからね、いっぺんにものすごい数は作れないんじゃないかなっていうのが、これもうパッとね、自分もあのアラバマリグ手作りで作ったりするんで、これはね、ここまで面倒なことは確かにやんないよなっていうぐらい、もうね、ものすごいね、手間暇がかかってる感じは触っただけでわかりますね。で、太い径のですね、ワイヤーを採用してるよということで、変形や金属疲労を考慮し、ビッグバスとのファイトに、屈しない、1.2 ミリのね、太軸のワイヤーで仕上げてありますということで、コンパクトアートシルエット、空気抵抗さえ飛距離を確保するコンパクトシルエット、比較的そんなに長くないですね、アームが確かに、このコンパクトなシルエットによって、遠くに飛ばしやすい、そういったなんていうかな、このワイヤーの長さにしてるよということですね。でアンチトラブルシャフト、あ、ここの回るとこですね、糸よれを排し、キャスト時の糸絡みを大幅に軽減する、ライン、下部から伸びるアンチトラブルシャフト、ここのね、くるくるって回ったりフレキシブルになってるところが、アンチトラブルだよということで、でブレード、揚力を持たせ浅いレンジでもスローリトリーブを可能とする12枚のオリジナルブレード、ベイトの群れを放出させる高いアピール力をも合わせ持つ、状況により着脱が可能、これは浮力を得るためにこうね、ブレード12枚ついてる、浮力を得るんだな。でツイベルシャフト、ね、装着したワームの遊びを抑え、ワーム同士を絡まりにくくする4本のジグヘッド装着用ツイベルシャフトということで、ここね、無駄にここに何だろう、ツイベルがもう1個返していたりすると、このワーム同士が近くなりすぎてこう絡んだりするんですよね。あとこれがアームがたわんだ時とかに、こことここが合体したり、こことここが合体したり、そういうのをなくすために、もうこの回る可動部が直接ついてる専用の特殊なですねワイヤーを使っているから、横同士の絡まりがないよ、こういう風になってるわけですね。でセンターロングシャフト、この真ん中がね長い、これについても書いてありますね。周辺のワームとの絡みを抑えつつ、バイト時の食い込みを意識したツイベル、ベスタイ式ジグヘッド装着用センターシャフトですね。あとね、このね専用のねスナップ、フックドスナップ、ジグヘッドの装着がしやすく高強度を実現するフックドスナップ、着水時不意にスナップが開いてしまう現象が発生しにくいのも特徴ね。このね専用のこういった付けやすくて外れづらい、スナップが採用されております。でこのちょっと、ね、気になったこのセンターの真ん中にあるこのスイベルね、これについて書いてありますね。食
イックウェイトチェンジャー、煩わしいジグヘッドのウェイト交換をせず、ダウンショットシンカーの着脱で素早いレンジコントロールを可能とするクイックウェイトチェンジャーということで、あ、そっか、あ、ここにこのブレードとかつけるわけじゃなくて、ここに重りをね、ダウンショットシンカーとかをつけることによって、あの流儀のね、かっこいいシェッとしたね、ラウンドの愛のやつとかね、まあ任意の重さを追加することによって、レンジをコントロールしやすいよっていう重りをつけるためのねところなんですね。で下にね説明書きで、強い衝撃や思わぬ負荷がかかった場合、予期せずスナップのロックが外れたり、最悪の場合スナップが外れる場合があります。ルアーを強く水面に叩きつけたりしないでください。また使用中定期的にスナップのロックが外れていないかチェックしてください。スナップは無理に変形させると著しく強度が劣化します。ご注意ください。アームの曲げ伸ばしを繰り返すと金属疲労でアームが折れる場合があります、ということで、で本体重量がこれでですね、およそ 12g だよ。まあこれにねジグヘッドとかワームとかつけて、だいたい 5-60g になるのか、2オンス近くになるっていう感じじゃないかなと思うんですけども、これはねすごいですね。まあ魚の群れにそのままなりそうだし、まあどこで使うかっていうとね、もう自分の場合は11月過ぎて12月の声が聞こえてくると、まあ冬のシーズンですね、12、1、2、あと3月中旬ぐらいまでね、アラバマ強化月間に突入するんで、あのタイミングっていうのがね、シャローというか中層とか浅いところに大きなバスね、巨大なバス、体力のあるバスしか入れなくなって、でそいつらがですね活発にワカサギの群れを追いかけ回したりするんですね。まあ亀山ダムの話ですけども、そういったワカサギ好きのバスを、直撃するのにこのアラバマリグね、使っております。まあ他のミノーで攻めたりとか、いろいろな攻略法、真冬の、まあ、小さなミノーでね攻めたりいろいろあるんですけども、なんていうかな、レンジコントロールがアラバマリグだとしやすいってね、まあバイブレーションとかじゃないですけども、まあ、スピナーベイトとかもそうかもしれないんですが、こう止めたら止めただけこう沈んでいくから、例えばワカサギが魚群探知機の中層ね、12メーターレンジのこの真ん中の6メーターのところにもっさり映ったとかですね、そういったのを見た時に、ミノーとかだとこう上泳いでくるんで、まあ上でその食い上げさせてくればいいじゃんって思うんですけども、案外ね冬の時期ってね、そのレンジが1メートルとか、あと50センチ単位ぐらいかな、なんかずれると食ってこないんですよね。でそういうところにこれをまあカーブフォールとか、あとはリタ一回着底させたから斜めにこう切ったりとかですね、リトリーブでその群れの中を直撃することによって、ワカサギとかがですね多分一回バッて逃げると思うんですよね。なんだなんか来たぞって感じでバッて、散る、そういう時にバスが突っ込んでくるんですよね多分。でその突っ込んできた中心にこういった、ルアーがデンっていると、なんだなんだって言って食いついてくれる、こういう感じじゃないかなと思って釣りしてるんですけども、まあそんな時にね、通常のアラバマリグでも5本のワームがいてアピールしてくれるんですけども、さらにこのねブレードのこんだけついてるから、よりここにいるよっていうのがね表現できるんじゃないかなと思って、あら売ってたら買いたいなと思ってたんですけども、そういった感じで、まあ想定としてはですね、まずまずまあ12月ぐらいから始まるんですけどね、そこら辺の寒い時期で比較的ハイシーズンにいた小型の、バスがですね散ったり、あとは、ワカサギも初期の頃は結構チリジリでいろんな好きなところにいるんですけども、寒い時期が進んでくると徐々にこうね固まってくるんですよね。で魚群探知機なんかで見てもこう黒いね塊、まあ赤い塊とかカラー魚探だと出てくるかな、ブワーってねここ何にもないはずなのにって中層に移り出すようになるんですね。そんな時チャンスですよね。そういう時にこれをですねその群れに直撃させる、あとは
シャローね、今のは深いとこの中層にいるワカサギ好きのバスの話ですけども、案外2月ぐらいにはですね、シャロー2メーターとか 1.5 メーターとかそういった浅いところにちょっと春を先取りしたい、先に春を感じたいバスが思いのほか上がってきてるんですよね。でまあそこら辺に関しては、まあ、例えば箕面とかでもですね、全然レンジを合わせて狙うことができるんで、まあ箕面のただ巻きとかたまにジャークを入れたりとか、そういった風に狙う魚がいるんですけども、まあ、そこにもですね、まあ、これ揚力があるってことですからね、このブレードによって浅いところも攻めれるよっていう、まさにじゃないかなと思って。でまあその浅いところの、まあ、2メーターの1メーターぐらいをこう引いてくるわけですね。でそうするとあんまり数はいないんですけども、そういう浅いところに乗っかったバスって状況が良ければめちゃくちゃこう活発に餌を追いかけ回してで食ってやろうっていう、そういう高活性なバスがいることがあるんで、まあ2月とかでもあれ季節外れだななんていう春一番とかね、ポカポカ陽気で、あれ今日まだ真冬なのになんかちょっと上着1枚脱いじゃおうかな、そんな状況の時にねこういったやつを投げると案外簡単に釣れてくれちゃうなんていうのがねあったりしますんで、そんな時もですね投げてみようかななんていう風に考えております。で使うジグヘッドとかに関しては、自分は周りが 0.9 グラムで真ん中がそうですね、2.6 グラムから 3.5 グラムちょっとね深いレンジ、中層の深レンジを攻めるときは普段は7グラムとかまで使うんですけども、まあ、全部オフセットにしてね、これなくなると高いですから周り全部オフセットの根がかりづらい仕様にして、でこの真ん中にダウンショットシンカーつけてって、これね試してみようかなってね。で周りオフセット、真ん中もオフセットとかの仕様にしたらちょっとねかかりは悪くはなると思うんですけども、さらに、普段はあえて狙わないようにしてるちょっと下立ち木風なところとかもね、狙っていけるようになるんじゃないかななんて思うんで、まあ基本は多分あの元祖アラバマリグまだまだいっぱい在庫があるんでそっちを使うんですけども、ここぞっていうところでですねこういったね対大物用のね、まあなんて言っても極めって書いてありますからね、これ使うしかねえなと思うわけでございます。で多分ねこれはね、これねワームをつけた状態でワームがブランブランにならないようにこうまとめとくやつなのか、このリングについての説明がないんでちょっとネットとかで調べて実際に使うときに、あこういう感じで使うんですねってご紹介できればなと思うんですけども、まあでも今何にしてもまだ8月ですからね、ちょっとアラバマ投げ出すまではまだ数ヶ月あるんですけども、まあそうですね、冬場ねアラバマシーズン突入したらこれ投げる機会が多くなってくるかと思いますんで、ぜひ見てやってください。というわけで本日の釣り子 TV はですね、やっと変えたですね流儀の R バンガード極め、ね、究極のアラバマリグ、これを買ってきてみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。